公園看板1990年度撮影の航空写真。右下が東海山公園駅。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。狭山市立博物館狭山東海山公園は埼玉県狭山市東海山一丁目にある埼玉県営の都市公園である。東海山公園駅前に位置し、戦後米軍が使用していた。 ジョンソン空軍基地の一部が返還されたもの。1945年、米軍がこの地を接収した際、基地内の公園として整備したもので、米軍管理下の時代には、ハイドパークという英語名があり、返還後も周辺住民には長く同盟で呼ばれていた。敷地内は近接する周辺地域と同じく主に基地で働く軍人や関係者の住宅用地として利用されていたため、 1990年代まではアメリカ風建築の廃屋が点在していたが、今は取り壊されている。建築物による異国情緒はなくなったが、造成がアメリカ人の主導によって行われたため、今でもアメリカの公園のような雰囲気を持つ。2003年に市営公園から県営公園に管轄が変更された。管轄の変更に伴い開園時間の限定がなくなり、 現在は原則として夜間の立ち入りも禁止されていない。園内には喫茶店、園外にもレストランが一軒程度ある。春には桜の名所になる。赤松コナラなど木々も多い。また災害時において避難地となる防災公園としての機能も持っている。1990年より毎年11月上旬の日曜日にや山大茶会が開催されている。や山抹茶。 名末を用いた埼玉県主催の野立による茶会で、製茶実演や茶を呼び、和菓子、茶を使ったアイデア商品等の茶関連製品販売など物産展も兼ねる。や山茶の生産地全体の茶会でもあり、地元の茶農家、製茶、販売業者、茶道家らが勢揃いして来場者に茶を振る舞う。俳句や生け花発表、尺八や奏曲などの方角演奏等も披露される。 当園最大の行事である。ありがとうございます。